先日終了した第26回参議院通常選挙。実は選挙と地理って密接に関わっているんです。例えば一つの例が、選挙のたびに話題になる一票の格差。人口配分が一票の格差是正には必要になりますが、そこには地理の知識を大いに必要とします。今回は実際どれくらいの一票の格差があるのか調べてみました。第45位、福井県選挙区。議員1人当たりの有権者数は637,822人です。1票の格差は 1.00 倍です。福井県を含む北陸3県は保守王国で、昔から自民党が強い選挙区です。2007年の参院選で自民党が大敗した時も、自民党が勝利した数少ない選挙区でした。第44位、佐賀県選挙区。議員1人当たりの有権者数は674,722人です。1票の格差は 1.06 倍です。佐賀県選挙区も比較的保守王国で、自民党候補が連勝してきた歴史があります。しかし2007年には民主党候補に敗北しています。第43位、山梨県選挙区。議員1人当たりの有権者数は686,700人です。1票の格差は 1.08 倍です。山梨県は旧民主党の重鎮である越石東の地盤であったことから、民主王国として知られています。しかし直近2回の選挙では自民党に敗北しています。第42位、和歌山県選挙区。議員1人当たりの有権者数は80,936人です。1票の格差は1.26 倍です。和歌山県は世耕弘成議員を輩出した保守王国として知られ、自民党の地盤が強い県です。2007年、自民党が民主党に大敗した時も、自民党候補が6万票以上の差をつけ勝利しました。第41位、香川県選挙区。議員1人当たりの有権者数は812,059人です。1票の格差は 1.27 倍です。参議院選挙区で最も面積が小さいです。比較的保守系が強い四国の中でも、旧民主系が強いのが香川県です。第40位、秋田県選挙区。議員1人当たりの有権者数は84,933人です。1票の格差は 1.32 倍です。1人区でありながら保守系と革新系で議席を分け合うのが秋田県です。選挙結果を見ても、保守派勢力と革新派勢力で県が二分されています。第39位、富山県選挙区。議員1人当たりの有権者数は88,016人です。1票の格差は 1.38 倍です。富山県を含む北陸3県は日本でも有数の自民王国です。全2回の選挙でも自民党が圧勝しています。第38位、宮崎県選挙区。議員1人当たりの有権者数は905,591人です。1票の格差は 1.42 倍です。宮崎県も保守王国として知られています。古くから自民党の候補が強い傾向にあります。第37位、山形県選挙区。議員1人当たりの有権者数は905,591人です。1票の格差は 1.42 倍です。東北地方は民主系の候補が強く、山形県も例に漏れず、過去2回の選挙でも野党候補が選出されています。第36位、石川県選挙区。議員1人当たりの有権者数は945,013人です。1票の格差は 1.48 倍です。石川県は富山県、福井県と並ぶ保守王国として知られています。第35位、大分県選挙区。議員1人当たりの有権者数は954,958人です。1票の格差は 1.50 倍です。与党系の候補と野党系の候補が1人ずつ選出されており、与党勢力と野党勢力が拮抗しています。第34位、鳥取県、島根県選挙区。議員1人当たりの有権者数は102,5365人です。1票の格差は 1.61 倍です。
一票の格差是正のために2016年から鳥取県選挙区と島根県選挙区を合区する形で設置された選挙区です。選挙回数は少ないですが、過去3回すべて自民党候補が勝利しています。第33位岩手県選挙区、議員1人当たりの有権者数は104万116人です。一票の格差は 1.63 倍です。小沢一郎議員の影響力が大きく、民商国として知られています。2022年の参院選では30年ぶりに自民党候補が当選しました。第32位京都府選挙区、議員1人当たりの有権者数は105万2479人です。一票の格差は 1.65 倍です。革新系の候補が強く、改選2議席を保守系と革新系で分け合うことが多いです。直近2回の選挙も保守系と革新系で分け合っています。第31位青森県選挙区、議員1人当たりの有権者数は107万9309人です。一票の格差は 1.69 倍です。もともとは東北地方では珍しい保守王国でありましたが、近年民主系の勢力が台頭し拮抗しています。議席も保守系と革新系で分け合っています。第30位長崎県選挙区、議員1人当たりの有権者数は111万3966人です。一票の格差は 1.75 倍です。保守王国と言われることはあまりありませんが、直近5回連続で与党候補が勝利していて、与党勢力が強くなっています。第29位奈良県選挙区、議員1人当たりの有権者数は113万4187人です。一票の格差は 1.78 倍です。奈良県も自民議員が独占しています。直近4回の選挙連続で自民候補が勝利しています。第28位山口県選挙区、議員1人当たりの有権者数は114万658人です。一票の格差は 1.78 倍です。首相経験者を何人も輩出した極めて強い保守王国で、民主党政権期もすべて自民党が議席を独占するほどの強さを持ちます。第27位愛媛県選挙区、議員1人当たりの有権者数は114万1394人です。一票の格差は 1.790 倍です。保守王国として知られていますが、2019年の参議院選挙では野党統一候補が自民党候補に勝利しました。第26位滋賀県選挙区、議員1人当たりの有権者数は115万3087人です。一票の格差は 1.81 倍です。もともとは民主王国として知られており、2004年からは3回連続で民主党が議席を獲得していました。現在は与党候補と野党統一候補で議席を分け合っています。第25位広島県選挙区、議員1人当たりの有権者数は116万2156人です。一票の格差は 1.82 倍です。2人区で野党議員が多数を占めている選挙区です。宮口議員は河合議員の当選無効によって2021年の補欠選挙で選出されました。第24位沖縄県選挙区、議員1人当たりの有権者数は117万5150人です。一票の格差は 1.89 倍です。革新系の候補が強い選挙区で、過去4回連続で与党候補が当選していません。衆議院も同様に革新系の候補が強い選挙区です。第23位茨城県選挙区、議員1人当たりの有権者数は120万7484人です。一票の格差は 1.89 倍です。茨城県選挙区は政令市がない都道府県としては唯一の2人区です。直近2回の選挙では自民党候補と自民党以外の候補が1人ずつ当選しています。第22位徳島県高知県選挙区、議員1人当たりの有権者数は122万805人です。一票の格差は 1.91 倍です。徳島県高知県選挙区は一票の格差是正のために2016年徳島県と高知県の選挙区が合区して誕生した選挙区です。発足し間もない選挙区ですが、過去3回とも自民党候補が勝利しています。第21位鹿児島県選挙区、
議員1人当たりの有権者数は133万9456人です。1票の格差は 2.10 倍です。鹿児島県選挙区は日本でも有数の保守王国で、2009年から2012年の民主党政権期も自民党候補が勝利していました。なんと鹿児島県選挙区で民主党の議員が選出されたことは一度もありません。第20位、福岡県選挙区。議員1人当たりの有権者数は140万9171人です。1票の格差は 2.21 倍です。福岡県選挙区は3人区で、3人区では議員1人当たりの有権者数が最も少なくなっています。2016年に1票の格差是正に向け、改選定数が2から3名に増やされました。過去2回の選挙とも自民、公明、立憲民主候補1名が選出されています。第19位、熊本県選挙区。議員1人当たりの有権者数は145万4804人です。1票の格差は 2.28 倍です。熊本県選挙区は保守王国で、2007年に民主党候補が議席を獲得したものの、2010年以降は5回連続で自民党候補が勝利しています。これまで見てきた通り、九州は全体的に保守候補が強い傾向にあります。第18位、三重県選挙区。議員1人当たりの有権者数は147万9020人です。1票の格差は 2.32 倍です。三重県選挙区は民主王国で、1995年以降2010年まで6回連続で自民党に所属していない候補が議席を獲得していました。しかし直近2回は自民党候補に勝利を許しています。第17位、北海道選挙区。議員1人当たりの有権者数は149万4722人です。1票の格差は 2.34 倍です。北海道選挙区は民主王国で最も面積が広くなっています。2016年、1票の格差是正に向け、改選定数が2から3名に増やされ、3人区となりました。2016年には自民党候補1名、民進党候補2名が選出されましたが、2019年以降は自民党候補2名が選出されています。第16位、静岡県選挙区。議員1人当たりの有権者数は152万3732人です。1票の格差は 2.3890 倍です。静岡県選挙区は2人区で民主王国とも呼ばれています。直近2回の選挙は自民候補1名、自民以外の候補1名の選出が続いています。2022年の選挙で選出された平山議員は、同選挙で選出された議員の中で唯一国政政党の推薦支持を受けなかった議員でした。第15位、兵庫県選挙区。議員1人当たりの有権者数は152万4048人です。1票の格差は 2.3895 倍です。兵庫県選挙区は3人区で保守系の候補が強い傾向にあります。直近2回の選挙でも自民、公明、維新で1議席ずつ分け合っています。2016年、1票の格差是正に向け、改選定数が2から3名に増やされ、3人区となりました。第14位、愛知県選挙区。議員1人当たりの有権者数は153万491人です。1票の格差は 2.40 倍です。4人区の中では最も議員1人当たりの有権者数が少なくなっています。2016年に1票の格差是正に向け、改選定数が3から4名に増やされました。民主王国とも言われ、4人区になってからは自公候補2名、立民国民候補2名の選出となっています。第13位、埼玉県選挙区。議員1人当たりの有権者数は153万7121人です。1票の格差は 2.41 倍です。埼玉県選挙区は4人区で、内陸県では唯一の複数人選挙区です。2019年に1票の格差是正のために改選定数が3から4名に増やされました。直近2回の選挙では自公候補2名、自公以外の候補2名の選出となっています。第12位、岡山県選挙区。議員1人当たりの有権者数は156万8565人です。1票の格差は 2.46 倍です。岡山県選挙区は
1人区で直近4回の選挙ではいずれも自民党候補が勝利しています。2004年から2010年には3回連続で民主党候補が勝利していました。第11位福島県選挙区、議員1人当たりの有権者数は157万3402人です。1票の格差は 2.47 倍です。1人区で2013年の選挙から1票の格差是正のために改選定数が2から1名になりました。与野党勢力が拮抗しており、2016年の選挙では民進党の候補が、2019-22年の選挙では自民党候補が当選しています。第10位群馬県選挙区、議員1人当たりの有権者数は161万4124人です。1票の格差は 2.53 倍です。1人区で2007年の選挙から1票の格差是正のために改選定数が2から1名になりました。保守王国で1人区になってから6回連続で自民党候補が勝利しています。第9位栃木県選挙区、議員1人当たりの有権者数は162万5288人です。1票の格差は 2.55 倍です。1人区で2007年の選挙から1票の格差是正のために改選定数が2から1名になりました。保守系候補が強く、1人区になってから2007年以外2022年まで5回連続で自民党候補が勝利しています。第8位岐阜県選挙区、議員1人当たりの有権者数は165万3967人です。1票の格差は 2.59 倍です。岐阜県選挙区は1人区で2013年の選挙から1票の格差是正のために改選定数が2から1名になりました。1人区になってから4回連続で自民党候補が勝利しています。第7位長野県選挙区、議員1人当たりの有権者数は172万7255人です。1票の格差は 2.71 倍です。長野県選挙区は1人区で2016年の選挙から1票の格差是正のために改選定数が2から1名になりました。1人区になってから3回連続で野党系候補が勝利しています。第6位千葉県選挙区、議員1人当たりの有権者数は175万5330人です。1票の格差は 2.75 倍です。千葉県選挙区は3人区で2007年の選挙から1票の格差是正に向け改選定数が2から3名になりました。3人区で最も有権者数が多い選挙区です。直近2回の選挙は自民2議席、立憲民主1議席となっています。第5位大阪府選挙区、議員1人当たりの有権者数は182万9091人です。1票の格差は 2.87 倍です。大阪府選挙区は4人区で2013年の選挙から1票の格差是正に向け改選定数が3から4名になりました。直近2回の選挙は自民2議席、立憲民主1議席となっています。維新候補が強く、直近2回とも2議席を獲得しています。第4位新潟県選挙区、議員1人当たりの有権者数は187万6073人です。1票の格差は 2.94 倍です。新潟県選挙区は1人区で2016年の選挙から1票の格差是正に向け改選定数が2から1名になりました。1人区になってからは野党候補が議席を手にしていましたが、2022年選挙では自民党が議席を手にしました。第3位東京都選挙区、議員1人当たりの有権者数は191万4473人です。1票の格差は 3.00 倍です。東京都選挙区は6人区で最も有権者数が多くなっています。議員定数が最も多く波乱が起きやすい選挙区で、立候補者数も非常に多くなる場合が多いです。1995年の選挙では過去最多の72人が立候補しました。第2位宮城県選挙区、議員1人当たりの有権者数は192万5623人です。1票の格差は 3.0191 倍です。宮城県選挙区は1人区で
1人区では最も人口が多くなっています。東北の他県と同様に革新系の候補が強い選挙区で、直近2回の選挙は自民、立憲民主1人ずつ当選しています。宮城県選挙区と福井県選挙区の間には約3倍の1票の格差があります。第1位神奈川県選挙区、議員1人当たりの有権者数は1925,797人です。1票の格差は 3.0193 倍です。神奈川県選挙区は4人区では最も人口が多くなっています。2022年選挙では松沢議員の横浜市長選立候補のため補選が同時に行われ、5人目として水野候補が当選しました。神奈川県選挙区と福井県選挙区の間には約3倍の1票の格差があります。いかがだったでしょうか。これからも地理×選挙の動画を上げていくので楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、SNS のフォローよろしくお願いいたします。